でしょうか。特に問題はないですよね、多分。うん、大丈夫だよ。ただこのスピードになれるにはもう少し時間がかかるかな。無理はしないでくださいね。何しろ演習とかじゃありませんし。うん、なるべくうまくやってみる。ナビゲーションはよろしくね。はい、任せてください。このスーサナ隅々まで完璧にこなして。あれ、この赤い点はいつの間に。大変です。複数の敵が接近中。直ちに迎撃の準備をしてください。このトンネルは封鎖されてるね。はい、調査の結果とも一致してます。上空手はどうやら連中の支配下にあるようですね。でも状況から見る限り、彼らが相手なら高速で機動的に対応できるこっちは有利だと思う。そうですね、私も人一倍注意を払います。敵の信号は絶対に見逃しません。さっきのことは気にしないで。結果から見ればロスとかは全然なかったし。あ、少し待ってください。敵の増援を確認しました。あれ、この反応は。気をつけてください。大型が途中に向かっています。もしかしたら振り切ることもできるかもしれません。しかしトンネルの中では。大丈夫、私が何とかするから。でも敵を振り切ったら超空手の合流ポイントに向かうね。追跡されないように通信も一旦切っておくから。それじゃ後で会おうね。重装うさぎ。